2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を16年前から見とっている専門家のジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国物価、高いソウルの、外食費、魚を半分だけ買って家で、食事。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国物価、日銀の利上げというのは、昨年から確かに予定されていたシナリオである。そこまではいいんだ。でも、予定されてないことが2つも、起きた。まさに想定外ってやつだ。一つは日銀の17年ぶりの、利上げ決定でも円安になったこと。そして、もう一つは何だと思う？なんと日経平均株価が、4万700円に到達したことだ。嘘だろう、でも、嘘じゃないんだよな。今、記事を書きながら日経やウォン、コスピのチャートを見ているのだが、びっくりだわ。なんだよ。これ、日経平均株価が4万700円だぞ。利上げしたのに。では、なぜ、日経平均がここまで上がったのか。それは FOMC でのパウエル議長の記者会見が大きく影響している。では、記事を引用しよう。ここの引用は私が読むわよ。ブルームバーグ、米連邦公開市場委員会 FOMC は、2024年の利下げについて 0.25 ポイントを3回という従来予想を据え置いた。一方で25年については、最近見られるインフレの上振れを、踏まえて予想する、利下げの回数を減らした。FOMC は3月19、20日に、開催した定例会合で、主要政策金利を据え置くことを、決定した。決定は全会一致。金利据え置きは5会合連続となる。フェデラルファンド FF 金利の、誘導目標レンジは 5.25 から 5.5%。2020年3月以来となる利下げに、今年踏み切る方針に変わりがないことを示唆したが、FOMC 参加者の予測中央値によれば、25年の利下げ回数については3回と、昨年12月時点での4回から減少した。米連邦準備制度 FRB のパウエル議長は会合後の記者会見で、5月ないし6月の FOMC 会合で、政策金利を引き下げるのかとの質問に対し、直接的な回答は避け、初回利下げは年内のある時点になる、可能性が高いという従来の発言を繰り返した。インフレの上振れを示す最近のデータについては特に重大視しない姿勢を示し、我々がその確信に達し利下げが実施されるという認識を大半の人が抱いている可能性はなお高いと述べた。パウエル氏はまた、データは利下げ開始に対する FOMC の慎重なアプローチを裏付けているとし、インフレが目標の 2% に向かっていることを示すより、多くの商工当局者らは目にしたいと考えていると加えた。今回の声明は1月とほぼ同内容で、委員会はインフレ率が持続的に 2% に向かっているとの確信を強めるまで、誘導目標レンジの引き下げが、適切になるとは見ていないとのガイダンスを維持した。ニュースは以上だ。2月の CPI や PPI が予想を上回る上昇であったのに、FOMC は年内の利下げ3回を維持した。5月か6月の会合で利下げするかどうかは言及を避けた。これをどう見るか。こちらの率直な意見としては年内3回の利下げは難しいと見ている。CPI や PPI が上がってるのに利下げするなんて自殺行為に等しいからだ。もちろん短期的なデータなので3月、4月の数値で予測は変わってくるかもしれないが、現状において利下げ3回を維持するような材料はないと思う。このように FOMC は前回と同じような内容だった。
それが交換されてダウもさらに、400ドル上がって、39,512 ドルとこちらも、4万ドルが見えてきた。そして、400ドル上がったダウに、つられて日経平均株価も、一時は4万700円を、超えたわけだ。しかも、今、ちょうど日本の証券市場が、終わった。いくらになったのか。では、歴史的な瞬間を見ておこうか。21日の東京株式市場で、日経平均株価が前営業日比812.03% 高い、48,156.66となり、4日につけていた史上最高値41,090.23を更新した。米連邦準備理事会 FRB による米連邦公開市場委員会 FOMC の決定内容が、ほぼ市場想定通りと受け止められ、前日の米国市場で買いが広がった。ダウ工業株30平均などの主要株価指数が最高値を更新した流れを引き継ぎ、日本市場でも幅広い銘柄が買われた。東京エレクトロンなどの半導体関連株が牽引した。為替の円安でトヨタ自動車などの自動車株や三井物産などの商社株も上昇した。18から19日の日銀の金融政策決定会合での政策転換も追い風となっており、会合前に様子見姿勢が目立った銀行株が買い直された。ニュースは以上だ。このように FOMC も無事通過。日経平均株価は前人未到の4万800円。もう4万1000円が見えてきた。やばいな。ドル円は 150.944 と151円目前。円安で日経平均が爆上げが止まらない。韓国メディアは日銀の利上げで円高になると思っていたらまさかの大誤算と。そして円を買っていた韓国の投資家も大爆死。いやー飯馬じゃないですか。このように無事に大きな金融イベントを通過したわけだが、韓国の物価がやばい。やばすぎる。ハイパーインフレはどこまで加速するんだろうか。豚バラ肉が1人前で2200円と紹介したが、どうやらそれ以外にも、どんどん値上げラッシュである。では、記事を見ていこうか。会社員のペさん34は最近、冷蔵庫に残った食材を使い切ろうと努力している。食費が急騰する中、外食を減らしているからだ。ペさんは買い物をするときもコスパを最大限に考えるようになったとし、包装されたベーコンを凍らせて、1ヶ月ほど使用するなど、食費を減らす工夫をしていると話した。オンラインコミュニティでも、若者を中心に各自の食費節約方法の共有が活発だ。食材価格と外食物価が大きく上がった中、節約しようと自炊の需要が増えている。じゃじゃん麺をインスタント食品で食べたり、魚を半分だけ購入したりする消費者が増えている。1、2人世帯を中心に必要な食材だけをコンビニで少量購入する人も多い。韓国消費者院の価格ポータルサイトによると、最近2年間に外食価格は大きく上昇した。先月ソウル地域のチャジャン麺の平均価格は7069ウォン、約790円と、2022年2月5769ウォンに比べて 22.5% 上昇した。同じ期間、サムゲタン、14500ウォンから16846ウォンは 16.1%、ビビンパ9308ウォンから17699ウォンは 15.7%、冷麺9962ウォンから11462ウォンは 15.1%、サムギョプサル 200g 17159ウォンから19514ウォンは 13.7% 値上がりした。1万ウォンで1食を済ませるのが難しい。統計庁国家統計ポータルによると、2月の外食物価上昇率は 3.8% と、全体消費者物価上昇率 3.1% に比べ 0.7 ポイント高い。
消費者は代替品を探すのに忙しい。E マートで今年に入って、インスタント食品のチャジャン麺と、ちゃんぽんの売上高は前年同期比でそれぞれ 21% 増、26.6% 増となった。昼食の代表的な外食メニューだが、チャジャン麺一杯の価格が、7000ウォンを超えて負担が増え、安いインスタント食品を購入しているとみられる。チャジャン麺、ちゃんぽんの、インスタントラーメンは1個あたり、1000ウォン約110円ほどで購入できる。E マートが今年1月に発売した PB 商品のチャジャン麺も3万個ほど売れるなどヒットしている。最近はネギ、白菜など野菜類の価格が上がったため、調味料も人気だ。多くの野菜を使って作れば費用がかかるからだ。SSG.com では今月に入ってチゲ鍋のヤンニョム調味料の売上高が先月に比べて4倍ほど増えた。1食分が包装された海産物パックの売上高も 80% 増えた。1、2人世帯がよく利用するスーパーでは少量用商品がよく売れている。買い物の費用を少しでも減らそうとする人が多いからだ。ホームプラスエクスプレスでは最近3ヶ月間、鮭、サバなど、魚半分の売上高が、前年同期比で 46% 増えた。同社の関係者は最近は少量用野菜や、少量用輸入牛肉もよく、売れるとし、財布が薄くなった消費者ができる限り浪費を、減らす選択をしていると話した。ニュースは以上だ。このように韓国ではハイパーインフレとなり、消費をできるだけ減らそうと努力していると。そりゃそうだ。一日三食なんて贅沢だ。一日一食で1000ウォンで済ませれば生きていけるものな。チャジャン麺、ちゃんぽんのインスタントラーメンは1個あたり、1000ウォン、約110円で購入できるそうだ。もう、これを毎日食べればいいじゃないか。ただ、カップ麺だけだと炭水化物しかないので、野菜や果物が不足していく。でも、野菜や果物が高いからな。特にビタミンや鉄分が取れないと、いろいろと体を壊す原因となる。貧血は大変怖いのだ。SSG.com では今月に、入ってチゲ鍋のヤンニョム調味料の、売上高が、先月に比べて4倍ほど、増えた。一食分が包装された海産物パックの売上高も 80% 増えた。節約志向になれば調味料が売れていくのか、海産物パックはなんとなくわかるな。単品で野菜や魚を買うと高いってことだろうな。しかし、こうなってくると普通はデフレになるんじゃないかと思うのだが、未だにインフレなんだよな。内需が死んでるのに韓国飲食店は強気だよな。中国なんて一食、数百円の激安の店が大量に出てきているのに。それで最後は中国の話題だ。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。なんと中国恒大が売上高を水増ししていたそうだ。その金額はなんと780億ドル約11兆7100億円とか。おいおい11兆円も水増しとか。ひどすぎるな。そして、もっとひどいのは中国証券監督管理委員会召喚はなんと、41億8000万元、約870億円の課徴金を課した。はぁ、11兆円水増しなのに、たった870億円の、課徴金とか、めちゃくちゃ甘いじゃないか。では、記事を引用しよう。中国の不動産開発大手、中国恒大集団が、計780億ドル約11兆7100億円の、売上高を水増し計上した疑いで、創業者の許可印会長は今や、史上最大規模の金融詐欺事件の、渦中に立たされており、同会長自身の訴訟リスクも、高まっている。中国証券監督管理委員会召喚は、恒大の中国本土部門に、対し、2020年までの、2年間に売上高を前倒し計上して水増しし、
デフォルト債務不履行に、至ったとして、41億8000万元、約870億円の、課徴金を課した。恒大が行ったとされる架空計上は、中国のラッキンコーヒーや、米円論の不正会計を、上回る規模で、中国の金融監督当局や、監査を担当した、会計事務所に衝撃を、与えた。商館会の五星、新主席が、監督強化に乗り出そうとしている矢先だけに、こうした不正会計がどれだけ横行しているかに、関する懸念に拍車がかかった。クレジットサイツのシニアクレジットアナリスト、セリーナ、前氏は、商館会の罰金について、デフォルトに陥った他の、不動産開発会社の、オーナーに対し、債務再編をめぐる当局との、協力がうまくいかなければ、深刻な結果を招きかねないという警告になるかもしれないと、語った。かつて不動産から電気自動車 EV に、至る巨大企業帝国を、率い、アジア有数の資産家だった巨氏にとって、今回の不正会計疑惑は新たな打撃だ。恒大は今年1月、香港の裁判所から清算命令を、受け、3年間の不動産不況の、中で、最大の破綻となった。許氏は昨年、違法行為の疑いで警察に、身柄を拘束されたが、商館会の措置により、さらに重い処罰に道が、開かれるかもしれない。同氏の刑事訴追は公表されておらず、同氏の所在もわかっていない。商館側は、許氏が恒大の通期決算の、数字を不正に膨らませるよう、他の社員に指示したと見ており、責任の大半は同氏にあると、主張。同社の中国本土部門が、2019年の売上高を、約2140億元、20年にはさらに3500億元、水増ししたとしている。プライベートエクイティ未公開株、PE 投資会社、海源資本の、マネジングディレクター、ブロック、シルバーズ氏は、行ったとされる不正会計の規模は衝撃的だ。恒大が清算を命じられた途端に、許氏は民事訴訟と刑事事件の対象になったと語った。許氏は4700万円の罰金を課され、証券市場への参加を生涯にわたり禁止された。恒大の最高経営責任者 CEO だった夏見仁氏や、最高財務責任者、CFO だった半田英氏ら他の幹部も罰金などの処罰を受けている。ニュースは以上だ。11兆円の粉飾決算で870億円の課徴金。こんな監査の処罰なんてどう見てもおかしい。その11兆円の売上高の水増しで株を買った投資家がたくさんいるだろうに。まあ、監査も最初から知っていたんじゃないか。では、ネットの意見を見ておこうか。1、78%11 兆円の、売上水増しとかすごすぎる。めちゃくちゃやんけ。2、無理やりすぎる政府の資産没収。何癖で残った資産没収。何も残ってねえだろ。3、国家経済統計でさえ水増しなんだから今更だよ。4、これは、不動産暴落では済まずに、金融崩壊へも一直線だな。5、建設途中で放置だとどんどん傷んで、いくぞ。せめて受注分は工事を、完了させてやれ。6、11兆円の水増しやってたとか、大胆すぎる。7、確か中国では人口の、3倍住めるくらいの空き家があるんだっけ ?8、トータルの負債はなんぼなんや、今、ほんでまともな資産は、以上の8つだ。いやー、水増しが売上の 70% とか。それで、中国恒大は国内に2000億ドルぐらいの資産が残っているそうだが、これも水増しだとしたら、海外債権者は清算手続きに入っても資産回収は無理だろうな。ニュースは以上だ。霊夢、中国恒大11兆円とかやばいだろう。売上 70% 水増しとか。さすが中国ね。他の不動産業者もやってそうだけど。でかいところは全部疑う方がいいよな。10、
11兆円の売り上げなんて水増しできるレベルじゃないものな。そこは当局には色でも、渡していたんじゃない？といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。